症状症状は古典書物に記された架空の動物。脳の演目である5番目ものの曲名、症状が有名である。真っ赤な脳装族で飾った症状が酒に浮かれながら舞い歌い、脳の印象から転じて大舌や赤色のものを指すこともある。仏教の古典書物や中国の古典書物にも登場するが、中国では黄色の毛の生き物や豚と伝わるなど多岐に富み、 現代日本で定着している症状の印象とは相違もあるため注意が必要である。脳の演目及び民族芸能についても記述する。仏教では重症率一貫で動物を二足、四足、わし、無足と種類分けをしているが、鳥と症状と人を二足歩行と定め、十九巻においては症状や猿を苦弱、オウムなどのもろもろの鳥と一緒に 同じ分類に属すとしている。日本でも猿を二足の観点から、古くは好みを取る、この緑高く肥え上げる様を呼んでいると、呼ぶ小鳥と、鳥類のように呼び表すことがあった。中国の来期には、オウムはよくことして、アスカを離れず、症状はよくことして、近獣を離れずとあり、症状は、人の言葉がわかると記している。東国司法では、症状は、 酒と劇を好み、それを使って、症状を誘い捉えることに成功したという。本蔵項目の明状の時代になると、記載は多くなり、高鎮の熱国に住み、毛色は黄色で、声は子供のようだが、時に犬が吠えるように振る舞い、人の言葉を理解し、人の顔や足を持ち、酒を好む動物とされている。毛色を休んでいるとされる地域など、伝承の違いがあるものの、 日本の症状への印象と大まかに共通している。しかし、中国の書物に記される症状は空想的な要素が強調され、一説では豚に似ている、あるいは犬に似ているなど、姿や特徴に幅があり多様な生き物となっている。脳の症状のあらすじは以下の通りである。昔、人羊校の傍らにあるかな山に、親孝行者の幸風という男が住んでいた。 幸福は市場で酒を売れば多くの富を得るだろうという神妙な夢を見てお告げに従い市場で酒を売り始める。酒売りは順調に進んだが毎日幸福の店に買いに来る客の中にいくら飲んでも顔色が変わらず酒に酔う様子がない者がいた。不思議に思った幸福が名前を尋ねると自分は症状という海中に住む者だと答えて立ち去る。そこで 幸福は美しい月夜の晩、川辺で酒を用意し症状を待っていると、水中の波前より症状が現れる。共に酒を組み交わし、舞を舞い踊り、やがて症状は、幸福の徳を褒め、泉のように尽きることのない酒壺を与えて、帰ってゆくのであった。古くは、症状が蘇生を明かすところまでを、全場で演じていた。しかしめでたい内容のことから、1日の最後に、 終言のとして、全場を略した反応形式で上演されることが多く、現在では、関税流などいくつかの流儀において、反応形式の後場だけで一曲となっている。あとしてが一人で舞うのが、常の方だが、相の舞、和合、和合の舞、二人乱などの証書がつくと、してと連れの二人の症状を出し、連れ舞いになる。おけつぼ、つぼでの詔書では、 精査器の壺から飛尺で酒を汲む方が加わる。舞は中の前が常であるが、実際にはこれで演じられることは、少年の初してなどの特殊な場合を除けばほとんどなく、乱の少女付きに変わる。乱は、少女と、詐欺にしかない特殊な舞で、中の前の中央部分に乱特有の林と舞を挿入する形になっている。水上を滑るように動く少女の様を見せるために、 足拍子を踏まず、抜き足、乱レ足、流レ足といった特殊な足遣いをし、さらに上半身を深く沈めたり、頭を振る仕草が加わる。脳においてつま先立ちして、前を舞うのは、乱の流レ足くらいにしか見られない特殊な例である。このため、乱は、脳学士の修行の過程において、重要な改定であると考えられ、諸縁を開きとして、重く扱う。通常は、 道成寺の前に開くことが多い。出発は赤頭、赤字の空織、黄色の大口で、旅以外はことごとく赤色である。頭については、通常の赤頭は白髪を一筋加えたものを用いるが、症状と石橋に限って赤毛のみの頭を使うとされている。面は症状という専用の面。顔に赤い彩色を施し、目元と口元に笑みを浮かべている。 自動で代用することもあるが、一般的ではない。鳥取県境港市、水木しげるロードに設置されている、キリン樹脂と症状のブロンズ像、あり松天馬謝礼祭に登場する症状。子供の頭を撫でている。特に、日本では各種の説話や芸能によって様々なイメージが付託されて、現在に及んでいる。しかし、伝説のため、様々な説がある。 七福神の一人として、樹老人の代わりに入れられた時代もある。宮城県、岩手県、山梨県、富山県、兵庫県、和歌山県、鳥取県、山口県など、各地の伝説や昔話に登場する。江戸中期に、甲府金番子の表した、実所、恨み寒話では、山梨県の西地蔵だけで漁師が、症状にあって、銃で撃った話があるが、 その他の地域では、症状はほとんど海に現れている。富山県の氷見市や新港市の海に現れるという、症状は、身長1メートルほどで、船に上がってきて、へさきに腰をかけるという。時には6、7匹も乗り込んでくるが、船乗りが驚いて、騒いだりすると症状は船をひっくり返してしまうため、船乗りは黙って、船底に打ち伏したという。 山口県八代島でいう症状は、船幽霊のように語られており、船に対して海底から、損をくれと声をかけ、損を投げ込まないとたたりがあるが、損を投げ入れると、船に水を入れられて沈められてしまうため、損の底を抜いて投げ込んでやるという。症状祭りは、旧東海道鳴海塾を中心とした地域で行われる。症状人形が子供たちを追いかけ、 大きな赤い手でお尻を叩こうとする。叩かれた子は夏病にかからないという。こういった風習は愛知県の名古屋市緑区を中心とする地域に見られ、この地域の祭礼には症状が欠かせなものとなっている。最近はお尻を叩かず頭を撫でる。症状人形は赤い顔の面と上半身分の竹枠組みでできておりその上から衣装で覆うもので、大人がこれをかぶると、 身長2メートル以上の巨人となる。オランウータンの冠名としても使われたのに合わせて、チンパンジーの和名は黒症状、ゴリラの和名は大症状とされた。これらは日本でも使われることがあった。また、症状媒は、酒に誘引される性質から症状になぞらえて、名付けられた。他にも赤みの強い色彩を持つ生物には、しばしば症状の名が付されることがある。 ありがとうございます。